すげえ、カインズが東急ハンズを買収するってさ。それはすごいけど、栃木には栃木のホームセンターがあるしな。どこそれ。関石。え、関石。生活習慣病の一種じゃないわ、関石。関石か。栃木のホームセンターと言ったら関石よ。聞いたことあるようなないような。本社は軍艦っぽい外観。僕は見えるね。店舗はこんな感じで栃木中心。群馬は館林だけか。あそこはほぼ栃木だしね。違うわ。スタジアムの命名権も持ってるほど。関石スタジアム。ちなみに関石って名前は創業者がやってた会社関東石油販売からね。略して関石か。そしてホームセンター事業以外にもいろいろやっております。ワイルドワンは群馬にもあるな。3店舗ありますな。あれ、オフハウス、業務スーパーも。その2つはフランチャイズとしてやってるのさ。だから本社の下にオフハウスとかあったのか。そういうこと。何にせよ栃木の自慢の会社なわけだ。今調べたらさ、一番最初会社は茨城だったんだね。そういうとこ抜け目ないよね。